はいどうもキラです。今回はとある科学のブルーアーカイブのチャレンジクエスト01から EX まで解説していこうと思います。各ステージのギミックなんかも解説していきますので、ぜひ最後まで見てみてください。そして今回もチャプターで分けてありますので、見たいステージを見ていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずチャレンジ01は敵が軽装備と重装甲で編成されております。でこのステージの特徴なんですけども、三坂美琴がねここにいるんですけど、美琴は守る対象になります。味方ですね。で美琴にも HP が設定されておりまして、落ちたら終わりになりますので必ず守らなければいけません。そのため移動して美琴の前に出れる峰団長だったり、回復ができる小春なんかがかなり有力な生徒となります。であとはね、爆発中心で範囲攻撃で編成をすれば OK です。最後のボスのトラッククラッシャーという丸い敵なんですけど、あれは三坂美琴が勝手に倒してくれます。なので、基本的には範囲攻撃で雑魚を倒してれば終わりますので、こういった編成になるわけですね。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。最初の段階で美琴はいませんので、まあ、通常攻撃だけでね倒してしまいます。でここも手早くスキルを使って、相手を倒しましょう。でここで美琴が出てきまして、美琴が削られていますので手早く峰団長のスキルを使って前に出てあげましょう。戦場に救護の手を。あとは範囲攻撃で倒すだけです。はい、最後のボスだいぶ HP あるんですけど、美琴がワンパンしてくれますので美琴を守れば大丈夫です。周りの雑魚だけ倒しましょう。はい、こんな感じで終了ですね。そんなに難しいステージではないと思います。それでは次に行きましょう。はい、それではチャレンジ02に行きましょう。チャレンジ02は美琴がボスとなっております。で触法をさっさと倒さないとヘルメット弾がどんどん、敵として攻めてきますので、先に触法をやるのが一番手っ取り早いです。でその後美琴って感じですね。基本的にはイオリで触法を倒して、その後、アルで、ミコトを倒します。で、特にね、タンクはミネじゃなくてもいいですし、今回全然ダメージも食らってないので、まあ、小春も必要ありませんでした。なので、このあたりはね、自由に組み替えていただいて大丈夫です。タンクも誰でも大丈夫です。それでは、実践編の方で解説していきます。はい、それでは解説していきます。初手でイオリを使って、直砲を倒してしまいます。で、イオリを採用した理由の一つなんですけど、めちゃくちゃ回避するんですね。回避値が非常に高くて、カズサやスペシャルの響きといったキャラクターだと当たらなくて倒せないことが非常に多いです。なのでスナイパーライフルのイオリは最適ですね。でイオリを打って岬を倒すんですが、火力が足りない方はアコやヒマリを使って倒すようにしましょう。はい、そうしましたら右上のタイマーの2分35のあたりで、アルのノーマルスキルが発動しますので、それにアコとヒマリを乗せたいので、それぐらいのタイミングになったらアコとヒマリをかけてあげます。ノーマルスキルが出たら、あとは EX スキルを使って終わりになります。はい、こんな感じで終了ですね。まあ、時間的にはだいぶ余裕があると思いますので、こんな速度でやらなくても大丈夫です。触法はさっさと倒さないと、ヘルメット弾がどんどん出てきますので、
そこは急いで倒すようにしましょう。はい、それではチャレンジ03に行きましょう。チャレンジ03はこの PMC のパワーローダー、これがボスで、その周りの取り巻きのこの軍用のオートマタ、こいつらにダメージを与えてもパワーローダーにダメージが入るようになってます。なので範囲攻撃で攻撃をすることで効率よくダメージを与えることができます。でブラックマーケットのオートマタも後ろとか横から攻撃してきますので、放っておくとアタッカーが落とされるかもしれませんので、全体的に攻撃ができる範囲攻撃のキャラクターを主に編成をすることで対処可能になります。編成はこんな感じになってまして、主にイオリのスキルでボスにダメージを与えていって、チェリノで全体的に敵を殲滅で、モエもねボスに撃ってるんですけど、正直耐えられない方は横とかから出てくるブラックマーケットのオートマタを倒すように使っても大丈夫です。どうしても耐えられないようでしたら小春のスキルで回復してもいいですし、椿のスキルで挑発をしてターゲットをタンクに集めても OK です。で敵のゲージが150ゲージ以下になるとサテンさんが現れて勝手に倒してくれます。なのでそこまで削るのがこっちの役割ですね。で味方に食宝と巫女も一緒にいまして、巫女に HP があり、巫女が落ちるとゲームオーバーになりますので一応気をつけてください。まあそうそう落ちないと思います。それでは実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。はい、初手でブラックマーケットのオートマタが出てきますので、チェリノのスキルで一掃しましょう。当然ねボスにもダメージが当たりますので効率的です。そしてこの辺りにいる敵はね全部この上のゲージにダメージが入りますので、もうとにかく巻き込んで叩くような感じになります。そのためイオリはね複数の敵に当たってかなり強いです。決まりをイオリにかけて、イオリのスキルを一番前にいるオートマタに当てましょう。このようにめちゃくちゃ削れますね。萌えのスキルも叩き込んでおきます。で後ろとか横から出てくるねブラックマーケットのオートマタがうざったい時はチェリノで一掃をします。でこのゲージが150ゲージ以下になるとサテンさんが現れて倒してくれますので、今ね横からオートマタとかが出てきたんですけど、もうすぐ150ゲージ以下になるので攻撃を叩き込んでいます。はい、こんな感じで終了になります。イオリめちゃくちゃ強いのでぜひお試しください。それでは次に行きましょう。はい、最後に EX ステージの解説をします。ここではオートマタを倒す感じになるんですが、かなりギミックが複雑になってます。ヒーラーが必要で敵は複数いるんですが、アタッカーは単体攻撃だけ考えてれば OK です。そしてギミックについての説明なんですが、まずこちらにカカシがありますよね。であとこのスイーパーですね、このちっちゃいスイーパーが燃えながらこう四角に走っています。常に走ってますね。でこのスイーパーは火傷持続ダメージが常に入ってて、この HP がどんどん減っていくんですね。でこの HP が0になった時にその場で爆発をします。その爆発にこちらが巻き込まれると大ダメージを食らってしまいますし、アタッカーとかは結構落ちちゃいますね。で敵のオートマタを巻き込むように爆発すれば敵は非ダメージアップのデバフがかかります。なので敵のあたりで爆発するようにするんですね。で爆発の条件なんですが、 HP が0になった時とこのカカシを回復した時に爆発します。スイーパーは爆発すると例外なく HP は満タンになりますね。つまりこのスイーパーが敵のところに行った時にこのカカシを回復することでスイーパーを爆発させることができ、敵に非ダメージアップのデバフをかけて、それでアタックチャンスが生まれます。しかも気絶してくれるので、この盾を張ったりもしないので余計ダメージを当てやすくなりますね。なので一応ギミックはそんな感じになってますので、
このスイーパーが味方の近くにいるときにカカシを回復しないように気をつけてください。はい、編成はこちらになります。回復はココナちゃんが2コストでできるので非常に楽なんで、ココナちゃんにしてます。メインアタッカーはカズサ、 V でコストを半分にして使いやすくします。カズサをボスに打って瞬時にアコとヒマリをカズサにかけて、その後 V のスキルを打ってスキルを回してアコとヒマリの効果が切れる前にカズサを二巡させるという感じになります。でツクヨに関してはそのボスの防御力を 50% ぐらい下げてくれるノーマルスキルがあるので入れてます。ただツクヨは絶対ではありませんので、お好みのキャラにしていただければと思います。カズサいない方はね、ちょっとミカとかユズあたりがいいんじゃないでしょうか。それでは実践編の方で解説していきます。はい、それでは解説していきます。まずはウイのスキルをカズサにかけてカズサの EX スキルのコストを半分にしましょう。そしたらコストがあふれるギリギリぐらいまで待ってココナちゃんのスキルをカカシにかけます。はい、コストがもうちょっとで満タンになりまして、スイーパーが敵のところにいますのでココナちゃんでカカシを回復しましょう。はい、そうするとこのように相手が気絶状態になりまして気ダメージアップのデバフもかかります。ここでカズサを叩き込むわけなんで有効活用したいんでカズサをこのボスに当ててすぐにアコとヒマリをカズサにかけます。そしたらスキル回しのために、ウィのスキルをココナにかけます。スキルを回したいだけですね。そしたらまたカズサの順番が来ますのでカズサをボスに打ち込んでいきます。はい、そうしたらまたカズサを二巡させたいのでツクヨのスキルでスキルを回していきます。そしたらまたコストが満タン近くになるまで待ってココナのスキルでカカシを回復します。ちゃんとスイーパーが相手のところに行ったタイミングで打ちましょう。そしたらウイをカズサにかけてコストを半分にします。そしたらまた先ほどと同じ手順でカズサのスキルを二巡させましょう。カズサ、アコ、ヒマリと続きます。コストが安いココナちゃんを打ってスキルを回します。そしたらまたカズサを打ちましょう。そしたらあと1回アコとヒマリをカズサにかけてカズサを打てば終わるのでまたウイをカズサにかけていきます。でスキル回しで、今ツクヨを使ったんですけど特に落ちそうじゃなかったらここは使わなくてよかったですね。コストが8ぐらいまで溜まったところでアコとヒマリをカズサにかけてココナでカカシを回復してカズサの EX スキルをボスに叩き込めばよかったと思います。まあ、これぐらいゆっくりやってもね全然クリアはできます。あとは通常攻撃だけで十分です。なんか最後ちょっとぐだっちゃって申し訳ないです。
こんな感じでね、クリアができますので、ギミックが分かってればね、そんなに難しくはありません。ツクヨが耐えられない場合はココナの回復をツクヨに入れてもいいでしょう。タンクが耐えられない場合はココナを小春にして、カカシとタンクを同時に回復するようにすればいいと思います。ということで今回はこの辺で、よければ高評価も押してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。